はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。前回はね、ちょっと山崎さんと何回か遊びに行ったんですけれども、もうちょっとあの子はいいわちょっと積極的すぎるよあの人。確か山崎さんってちょいちょい年上だよね。こういうリストかな。30歳か30歳、俺18歳だよね。ってことは一回り上か。でもさ、一回り下のさ、年下の男性にさ、これほどまでに積極的にさ来るのもすごいよな。やっぱり30歳っていう年齢がそうさせるのか。まあ、でもちょっといいわ、試合に集中しよう。スワローズ戦か。安倍さんのやる気がないな。坂口、荒木、川端、山田、バレンティンか。バレンティンが出てるね。この前バレンティン何だったんだろう。代打で出てきましたよね、1回。4-5 が怖いね。そうすると山田、バレンティンは怖いわ、この2人。俺ヤクルト戦投げなくてよかった。てか俺次いつ投げるんだ後でちょっと確認してみよう。でセンター、これはちょっと慎重にいけ。あ、待って、おお、菊池さんすげえ動きすんな、やっぱり早いんだけどボールに向かうのが。あ、待って、抜けないよね。ああいうのが抜けるとね。センターかレフトの出番だけど。おお、さすが。ボール球で仕留めました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。カープまずは無得点に抑えました。2回の表、山田来たね。これはちょっと1球見てもいいんじゃないか。おお、スクリュー決めたね。バレンティン、やだな、ボールが先行してるな。大丈夫か、やはり打たれたか。でもこれはほぼ定位置。これでツーアウト、ランナーありません。雄平、雄平フルカウントからの、おお、やるね、ジョンソン。そして2回に回ってくるな。うん、ここはちょっと1点取ってあげよう。オーレンドルフって何何とか言いつつさあー、しまった。入ったと思ったら入ってなかった。走ればよかった。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。さてここも、おお、いいね、決めるね。2者連続三振。第9投げました。初球から、ちょっと待って、これはどっち。俺いける、俺いけます。よーしよしよーし。ああいうの困るね。声かけしていこう。声かけ、投げました、打ちました、初球打ち、ショート右横のゴロ。オーケー。ジョンソン、下位打線を三者凡退。ジョンソンとか奪三振2じゃん3回の表が終わってすげえな。両チーム無得点です。よし、1点入った。試合はこれから中盤4回に。もう1点ちょっと入れてあげたいね。楽させてあげたい。ジョンソン打ちました。サード後方のフライ取りました。ジョンソンすごいな。ランナーはありません。バッターは2番荒木、最初のバッターボックスはない。おお、バッターは3番川端。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ここちょっと打たれると次な。うわ、4-5-6で来るからな。川端、ナイスバッティングです。山田、同点のランナーが出ました。一応ストライクは取ってるか。オーケー。田中、そのままベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって1対0。カープ1点リードは。ヒット1本しか打たれてねえし。4回の裏、さあちょっとここは攻撃に入ります。1点取ってあげましょう。初球外れても、オーレンドルフ球速が速い。ツーシームも持ってんのか。第3球を投げました。ちょっと待って、 V スライダーは打ちにくいな。あとチェンジアップだっけな、こいつ確か。2ボール1ストライクです。上げてしまった。前に出る、掴みました。すいません、点取れなかったっす。でも他の人が点を取ってくれてる。これからスワローズの攻撃に入ります。バレンティン、ここはちょっと抑えたいね。打った、これはセカンド正面。OK、 これでワンアウト、ランナーありません。バッターは6番雄平、今日の第1打席は打ちました。ショート右への打球、内野ってやっぱり守備機会がすごいな。やる気のない大引さん。バントの名手大引。第1打席はスイングアウトの三振に打った。待って、いや大丈夫です、いけますちょっと体勢が危なかったけどな。カープリードで迎える5回です。第9、これを打つ。初球を打ちました。ちょっと振り遅れたか。いや今日はちょっとファーストヒットが打てないな。これから後半6回に入ります。この回のトップバッターは中村。第1打ちました。サードの左、
ウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打西田。西田投げた。これは大丈夫だよね。待て待て待て無理か。あれ無理か。やっぱり最初のスタートダッシュが遅れたんだな。ちょっと待って待って待って、これ俺とりあえずセカンド投げとこう。坂口ナイスバッティングです。ちょっとここあれだね、ワンアウトランナー一塁二塁、踏ん張りどこだね。打ちました、いい当たり。もうこれゲッツーいけんじゃん。軽快な守備を見せました。おーさすが、もうこの二遊間は安心できるな。外野の動きってそうすると本当草野とかって本当すげえな。あの夜のノック絶対無理だわそんな。打球ポイントを予測するみたいな、そんな不可能だあこれは山田、さすがだ。肩いいわ山田足 A だかんな。これちょっとわー無理だな、1点入るな。いやでもすげえ言い方してんな本当に。雄平ここはちょっとな、マジかよ大変だなライト。でやる気のない大引きか。ちょっとこれ初球を打ったファーストゴロ、ゲッツーになるか。これはいいね、タッチはアウト。これでツーアウト。カープなおもピンチが続きます。バッターはさてここだよ、ここ打った当たりが取りました。おーこれでスリーアウト。さすが俺あんな風に取れねえわ。とりあえず1点で抑えたか、ピンチを招いたけど。カープあ変わった。展開で迎える8回です。バッター打った1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球。すげえな、もう動きが動きが尋常じゃねえわ。打った引っ張った、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは畠山。今日2度目のバッターボックス、打ちました。これどっち、俺無理だよ。ありがとうございます本当に。あ俺もあれやりたい、最後取って回ってくるな。チャンス、このチャンスはものにしたい。追加点のチャンスを迎えました。第9投げた。よし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 、強い当たり、さらに伸びていく。オーケー、よし。今日の試合はもうこの1手で決まったな。あれあれか、抑えか。これは無理か、ちょっと深かったね。ここで山田か、抑えられるか。うわマジか。そしてバレンティンでしょ、変わったね。ジャクソン、おーさすが。4点差はあるとはいえ、これ誰、おーショートか。これで2アウト、ランナーは1塁に変わりません。第9投げた、打ちました。初球打ち、これはあー抜けたか、走っては来ない。大引き、いいバッティングを見せました。肩いいな。なおもピンチが続きます。打ちました。これは大丈夫、これ大丈夫だよね。よしよしよし、最後もちょっと危なかったけど、まあ点差がねあるからね。いや打っといてよかったな最後。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。7回本当に今日は大活躍でした。被安打6か、でも鈴木も勝利に貢献と。やっぱ打つね。ジョンソン9勝か、すごいね。ジョンソンとジャクソン名前が似てるな。マルチヒット、あそっか最初にヒット打ったんだっけ。ミカミックス選手、何誰、あみーちゃんじゃ、みーちゃん、みーちゃんにしよっか。話を聞く、逃げるとか話を聞いてあげましょう。でお前ら男2人邪魔だよいやお前らどけよ。この前の試合でファンになったの、あマジで、前からファンじゃなかったんだ。仲良くなりたいと思ってここまで来たの何野球のさ女性ファンってこんなんばっかなのみんな強引だな。よかったら仲良くしてほしいにゃ。アクセサリーデザイナーなんだ。それでいきなりなんだけど、みんないきなりだよもう私と付き合ってほしいにゃ。マジでみんないきなりすぎだろ。
何を言って、そりゃそうだよ付き合ってくれるかにあって、逃げる受けるしかない。ちょっと待って、友達から的なのがないよじゃあ受けたくはないよまだ。じゃあ逃げる、え、逃げるしかないのこれ。逃げよう、にゃーって評価が下がったなんで俺に近づいてくる女性こんなんばっかなんだけど。ちょっと連絡先でも渡されたって言ってたよね渡された。20歳か、全然違うな、年齢が10歳違うのか。じゃあちょっとみーちゃんとデートに行ってみましょう。ちょ、落ち着いて話そうぜ。だからただ今公園に行くと、あ、暑すぎるから、とりあえず食事をしながらちょっと落ち着こう。遅いにゃっていや俺遅刻はしないぞなんだか落ち着かないにゃって。じゃあちょっとセレブの方で行くか。キャビア尽くし、ここでも出てくるんだ。大トロ寿司うまそう。23、高っやばい、今月超赤字だデートは金がかかるな。あー、これまた今度。いや、いいね、落ち着いてるわちょっと前回ので反省したのかな、みーちゃんは。早すぎたにゃーって。あの時はちょっと興奮気味だったんだな、きっと。いやー、じゃあちょっとみーちゃんとデートしていく。ちょっと申し訳ないけど、花子さんはちょっといいわ、もう。よしよしよし、 MVP、ファンが増えた。で、あれ、これどういう日程になってんだ。昼がフリー、夜が阪神戦、まだ大丈夫か。じゃあちょっともう一回みーちゃんとデートしようか。今夏だからさ、浜辺とか、浜辺じゃねえや、海辺いいんじゃん。暑そう、こいつこの格好で来んのこの格好で来た、水が気持ちいいんやってお前和服濡れるぞ。水着とかにはならないんだね、さすがに。じゃあね、やっぱこれだよ、これ、これが一番付き合いやすいわ。ちょっと申し訳ないけど、花子さんはもう連絡取んなくていいか。いつものオーダーですね。向こうは阪神か、阪神はちょっと見とこう、またスコアを。一回覚えたと思ったらまた忘れるからな。連戦中はね、やっぱり覚えてたりするんですけど、離れると忘れる。で、阪神、北条、うん、なんか平均的な選手か。大和、足が速い。福留、あ、そうか、いたな、ここら辺か。アンダーウッド、パワーが A、 ローボールヒッター、糸井、フルヒッター、パワーがそんなに多くないね。足がめっちゃ速いけどね。原口も打撃寄り。キャンベル、キャンベルはまあな、外人にしてはそこまでではないっていうところか。でもまあ肩がいいからサードを守ってるのかな。中谷三振で、のみ、うん、キレ、牽制がいいのか。なるほどね。あ、今日新井さんが出てる。野間、さすがだよなこの肩 S レーザービームって。俺何、そういえば肩はいいね、肩は、うちの選手肩はいいねみんなみんな肩 A 以上だ。怖えなこの外野。ただ動きが悪いからね、センター。さあ、時は5球目。さあ、ツーストライクから、おお、ドロップカーブ。まずは三振に切って取りました。投げました、低めのボール引っ掛けた、これはフラッと上がった、掴みました、OK、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには福留、打ちました、当たり、そこでこれも大丈夫だね。一塁へ送る、アウト、スリーアウト。そう考えると広島の守備陣ってすっげえな、マジ強いわ。そして早々に2点を入れている。タイガースの攻撃、さてこれは3球三振でいくのか。フラフラッと上がった、取りました、これでワンアウト。アンダーウッド、バッターカリブの長距離砲、アンダーウッド、投げました、長距離砲って言った。アライ、ボールを掴んだ、アラ
一塁ベースを踏んでアウト。原口、これで2アウト、ランナーありません。テンポいいね。投げました、打ちました。今日も阿部取った。お、一塁か。おお、さすが。3アウトチェンジ。野村三者凡退に抑えています。2回の表が終わって、さて俺からか。2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。もう1点取ってあげよう。投げました、これはボール。ここはよく選びました。第2球投げた。あ、これは危ない危ない危ない。フォークか。第3球はこれ、待って、フォークはねやっぱり打ちづらいよ。第4球を次はな、もう入ったら振っていかないとな、いけないからな。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、これもフォークか。ちょっと待って、引っ掛けた三遊間のゴロ、無理だね。一塁送球アウト。これでワンアウト。3回の表、キャンベル、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターはキャンベル。とはいえパワー C あるからな。空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。投げた、打ちました。サード左、OK、サードから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー能見。投げました、打った。これも大丈夫だね。一塁へ送る。いやすごいね、内野陣が忙しいだけで外野は暇だな。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは北条。今日の第1打席はスイングアウト、初球を打ちました。あ、でもこれはちょっと待って、取ります。大丈夫です大丈夫です。オッケーオッケー、怖い。ランナーはありません。バッターは2番山田。第1打席はセカンドフライに倒れています。よしよしよし。空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打ちました。これは、あ、いいね。掴んでこれで3アウトになります。野村、いやすごいわ。三者凡退に打ち取りました。未だヒットゼロ。そしてチャンス、か、追加点のチャンスです。ここはちょっと最初のバッターボックスはサード1本打つ。打ちました、痛烈、いった。チャンスに強い。イエーイ。よーし、5対0。これはもうピッチャーだいぶ楽になったでしょう。追いかけます。タイガースの攻撃、先頭バッターは伊藤。待って、あ、間違えた。やべえ、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。これはちょっとライトに任せた方がいいわ。野間さんに、うおー、ランニングホームランになっちまったよ。やっちまった、ごめん。これやはり死刑もんだ、マジで。ほんと死刑だ、やばい。あいつマジクビだよ。あいつって俺だけどさ、こいつマジクビだわ。やーべえ。最初のバッターボックスは内野ゴロに打ちました。引っ掛けた、フラフラッと。ほんとごめんなさい。だってこれで2アウト、ランナーありません。あの1本だけでしょ、打たれたの今。打ちました、これはセカンド真正面、一塁送球。これはねマジね、スリーアウトチェンジ。終わってるわ。ヒット1。野村、とうとう打たれてしまいました。とうとう打たれてしまいましたって。俺のせいだからね、はっきり言って。これもう土下座じゃ済まないよ、本当に。トップバッターは中谷。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。インコース低め。いやー、マジ本当申し訳ない気持ちでいっぱいだわ。これトラウマになるね、守備やってると。打ちました、セカンド左横のゴロ。やっちまった。守備恐怖症になるよ、本当に。打順はトップに帰って北条、今日は三振とセンターフライ、打った。これは大丈夫だよね、だってちゃんと抑えてるもん。取ってこれでスリーアウトチェンジ。てかでもさ、俺の気分も相当だよね。ピッチャーもさ、うえーマジかよってなるけど、俺も気分は相当沈むよ。いや頑張ってるよ、本当すごいよピッチャー。じゃあ今日誰投げました、打った。ピッチャー返し、野村、今拾った。ピッチャーから一塁送球、これで2アウト。ランナーありません。野村さんか、ちょっと野村さんにはもう本当に申し訳ないわ。第2球、今後10年間かけて謝罪をしていかなくては。菊池、余裕があります。取りました、これで3アウト。あいつなんで走ってくんじゃねえよって絶対思われてるよ。ちょ、これマジでさ、5点入ってるからあれだけどさ、野村さんが投げるときは常にホームラン1本以上打たないとね、ほんとすまないわこれ。危ない球、投げました。謝罪の一発だよ、本当にもうこれしかできない俺には。入った入った、ホームラン。こうやって謝罪していくしかないよ本当に。
8回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。バッターはカリブのチョークル、打ちました。レフト前進、レフト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番原口、今日はサードゴロとサードフライ、打ちました。これもショート、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番キャンベル、今日は三振とセカンドゴロ、投げた、初球から打ってった。これもサード大丈夫か、OK、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。野村この回やべえ、完全試合ちょっと台無しにしたわ。タイガース何としても得点を挙げたい9回です。バッターは今成、現在の打率は2割5分、流し打ち、一塁送球。だってまずこれ1人目 OK でしょ、うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは可能、タイガース内打攻勢に出ます。さあそして2ストライクから投げた、打ちました、打った、阿部掴んだ、サードから一塁送球、アウト。あと1人、あと1人だよ。ここは何としても抑えたい場面、投げた、膝元外れて、フォアボールを出してしまったけど、代打は取りたい。現在の打率は1割6分7厘、一塁ランナー自動的にした、変化球ちょっとフォアボールが続くね。この回2人目のフォアボールです。さすがにもう完全にスタミナが切れたか。ここでマウンドに上がったのは一岡、これが27試合目の登板、絶対俺のせいだな。ここは守りどころです。第2球投げた、流し打ち、おーっと、でもちょっとこれは最後の最後、4点差か、まだなおもピンチが続きます。これはノリノリになるぞ、向こう。おお、変わった、ジャクソン。バッターは4番伊藤。今日はノリノリになってるわ。オーケーオーケーオーケー。ボール球で仕留めました。カープ見事勝利です。先般だ。こう上がれねえよ今日、このお立ち台に。お前よく上がってられんな。イエーイじゃねえよ本当によ。よく野村さんの隣にさ、お前いられるな、本当に。ちょ、目を合わせらんないな、これ。申し訳ない。目を合わせない方向でいこう。いや、野村さん、超心広いわ、本当に。突き落とされてもおかしくないかんな。12勝か。さすがだね。誰も触れないところがすごいよね。あ、5番になった。5番にはなったけどさ、ほんといいのかそんなんで。今日も素晴らしい活躍だったな。いやでもきちっと打ってれば守備には触れないのかな。ミカミックスの前で守備の話はダメだっけ、禁句だみたいな。元祖神主打法の伊予一、10塁打を1試合に打つ、あデイリースラッカーは1試合3本か。チャンスはお任せ。6打点か。打点はね結構厳しいんだよね、やっぱり他の人が塁に出てくれないといけないから。ちょっとこっちにするか。ホームラン2本プラス2塁打が出ればいいわけでしょ。大活躍だったな、今日は俺のおごりだ、今村さん。いや最高じゃないよ、もうさ本当にさ心が痛いよ。お前よくニコニコして食ってられんな、本当にこいつ。強心臓だな。おいミカミックス怒られる。マークされてしまった。ただで今日は久々の先発か。ちょっと寝ておこう。強心臓つけてもいいんじゃないか俺に。さ、久々の投手ですね。今日は丸、あ、そうか、丸がレフトに出てんのか。でライトが鈴木さんで、センターが野間さんか。なるほど。これなんか復習されそうだな。ポロッと。松田ズームズ。いや、さすがにそんな大人げないことはしないと思うけど。さあ注目の立ち上がり。先頭バッター。もうツーストライクは取ってあるから。見逃しの三振。左バッターボックスは山。
ちょっとスライダーをうちに発送。ボール、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目。低めのジャイロボールもちょっと外し気味でいって、ありがとうございます。これもうみんなに、守備はみんなに土下座だな、アウトを取ってもらうことに。そのために自分で三振を取らなくては。見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。ギリギリのスライダー、うわちょっと外れた、だいぶずれたな。菊池軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。今日はエルドレッドか。三者凡退に抑えています。やっぱりね、この石原さんのキャッチャー B もすげえいいんだよね。伊藤投げました。ボールカウント2ボール2ストライクです。このギリギリのところに決める。高めボール球打った。よしよしよし。これでワンアウト。でアンダーウッド。アンダーウッドパワー、パワー A か。もう一人の外人があれか、パワー C の方か。見送ってストライク。第3球を投げた。低めに集めて、ワンボールツーストライク。ここはちょっと高めの外しのボールで、ジャイロボール見送ってボール。でクーク落とすと、あローボールヒッターか、まあしょうがない別に。打ちました。菊池ボールをつかんだ。セカンドから一塁送球。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番原口。現在スラーブを入れるか。3割1分8厘。決まってストライク。第4球はで低めのジャイロボール打たれた。うわ無理か。ボールは中継。原口ナイスバッティングです。さてここからがランナーが出ました。アウトコース高め、スライダーは外れた。ちょっと2球外そう。ストライクで最後には落とす。投げた。うわ流し打ち。ファール。第6球を投げた。打った。ショート左のゴロ。ありがとうございます。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって、タイガー。そして俺にも回ってくるね。0対0で迎える2回です。スロースターター、今のうちに点を取るか。慎重に攻めてきます。第2球。うわ、ツーシーム。山取った。一塁送球。アウト。これで3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは中谷。追い込んでから。三振男か。これはちょっと外そう。ボール。カウントはワンボールツーストライクです。で低めのジャイロボール危ない球。第5球フォーク投げました。打った流し打ち。ファールボール。さあ6球目ジャイロボールで決める。うわー打たれた。ヒットになります。ノーアウトから出してしまった。いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。これはでもあどっちやっちゃう。本当本当俺邪魔くせえなマジで。なんだおめえみたいな。打った阿部下がっていった。ファー追い込んで。マジで守備最悪だわ。カウント3ボール2ストライクです。打ちました。抜いていった。抜かれたか。ちょっと待って3塁には大丈夫だよね。北条ナイスバッティングです。カープ先制のピンチを迎えます。やばいやばいやばい。ヒットライトバックやばい。危ない危ない危ない。さすが言い方してる。これは犠牲フライで1点とかもありえるからな。ちょっと落ち着いていこう。フォークボールに入った。投げました。ボールカウント1ボール1ストライク。投げた。打ちました。抜かれた。1点取られた。そしてさらに満塁のままだ。やばい。やはりマークされた分インコース引っ張った。厳しいんだけど本当に。第4球をフォークを落とす。よしよしよし。低めの変化球です。これはもう強心臓男。投げた。見逃し三振。オッケー。なんとか1失点で抑えた。1対0カープ先制点を。今日広島が打ててないね。その代わりゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは原口。現在の打率は3割2分。投げた。内角低め見送ってストライク。スライダー投げた。逆らわずに右へ。これはヒットになります。原口ナイスバッティングです。バッターは7番キャンベル。最初のバッターボックスはショートキャンベルがパワー C か。アウトコース低めいっぱい見逃し三振。第4球を投げました。ジャイロボール見送ってボール。完全なボール球。カウントよし OK。 2者連続三振になりました。バッターはピッチャー藤波。スライダー見逃し三振。4回の表が終わって1対0。ヒット6本も打たれてんだ。なんだかんだで、ね、いや打てないね今日ちょっと広島の。先頭バッターは北条。打った。田中ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。投げました。これはでも大丈夫でしょう。 OK。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番福留、投げました。3球目ストライク。さあ4球目、これは田中バックしていった、無理か。ボールは中継、しょうがない。福留いいバッティングを見せました。糸井か、でも糸井はそこまでパワーがあるわけじゃないけど足が速いからな、ルイにはなんか出られちゃいそうなんだけどな。いやーマジか、取れないか。ボールは中継、糸井ナイスバッティングです。アンダーウッドがパワーあるんだよね。オーケー、か、この回ツーアウト一塁二塁の、うん、打てないねマジで。展開で迎える5回です。藤浪にだいぶ苦労してるな。まずは見送りました。160キロ。第2球投げました。これはカットボールか。カットボールはそこまで曲がらないからね。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打ちました。球速が速いとやっぱ打ちづらいな。これで2アウト。ゲームは後半に投手戦にはなってるな。1点取られたとはいえ。スラブ空振り三振。キャンベルか。これはちょっとギリギリのところにフォークを落とす。見逃し三振。バッターは8番中谷。これちょっと1回外そう。一つ外してボール。でもう1回スライダーでちょっと外へ逃がそう。投げた。よーしいいね。4連続三振。いや本当に打てないわ。先頭バッターピッチャー藤浪投げました。5球目ストライク。それこそ完全試合になっちゃうんじゃないか。菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第3球を投げました。流し打ち、どうだ。切れるでしょこれは。危ねえ危ねえ危ねえ。第4球を投げました。打ちました。外に逃がしたけど当ててきたね。ランドボールを掴みました。ちょっと疲れてきたか。もう8回だな。投げました。3球目ストライク。追い込んでいます。投げた。よしよしよし。空振り三振。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。打席は回ってこないかな。回ってこないね。変わったね。ヒットヒット1本打った。やられてる。完全にやられた。カープ1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完封。2安打完封。本当に今日は活躍でした。強い。ご覧いただきましたように1対0か1点差で敗れました。勝利投手は藤浪。実況担当はこれさ、1点取ったさ、誰に打たれたかも忘れちゃったけどさ、ヒーローインタビュー出してもいいんじゃないか。決勝だとして。いや負けがついたわ。6勝1敗、7回1失点、まあ、内容は悪くないからね。ただめっちゃ褒められるだけだわ。連勝を止めてしまった。しかもお飯に行きましょう。誰、足元に何が落ちてるぞ。これは財布、一体誰が落としたんだろうな。あこれなんだっけ、もう名前忘れちゃった。牛丼屋の人だ、牛丼屋の人。あれがないと、まあ、確かにね、財布なんて2回も3回も落としたくないからね。名前聞けなかったねってさ、絶対さ主導権握ってたの俺の方じゃないからね。ファンが増えてきてなかなかプロらしくなったら。そうかな、そんなことないと思うけどな。失望させるようなことだけはしてくれるなよ。それはどういう意味で。あの脅威のランニングホームランのことかな。あれ完全失望するわマジで。というところで、今回はねかなりやらかしましたけれども、まあとりあえず二刀流になってるね、あの目標的なやつが。まああれはもう目標じゃないのかな。じゃあまあ8月入ったところですね。まあまだやっぱり二刀流をやっていくといろいろやることがあるので、進みはあれですけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。